バルトロメは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属す、町村である。州指定の保養地バルトロメは、シュベービッシェアルプの一部をなすアルブーフに位置している。この町は、北は、ホイバッハ、北東は、エッシンゲン、南東はケーニヒスブロン及びシュタインハイムアムアルブーフ、南はベーメンキルヒ及びラウターシュタイン、西は、 シュベービッシュグミウントと境を接している。自治体としてのバルトロメは、主流のバルトロメ地区のほか、いくつかの小集落からなる。州統計局の2019年現在のデータによる。歴史が、これほどわずかしか判明していない街は、オストアルプ群では他にほとんどない。17世紀以降頻繁に入れ替わった、騎士領主の文書がほとんど残されていないからである。 1365年のローベンハートと書かれた最初の記録は1994年になって公表された。1365年にウルリヒホン・レヒベルク2、グレー人間とその息子は広大な書領を売却し、ゼ・ローベンハートの教会守護家を獲得した。バルトロメは教会の守護聖人バルトロメウスにちなんだ名称で古い。 ラウベンハウルトという名称1531年までに放棄された。1638年までラウターブルクのベルバルト、家がこの集落の領主であった。1638年にウルムの都市貴族、ハンスヤーコップシャートがこの騎士領を購入した。この書領はボルマースハウゼン家を経由してアルフドルフのホルツ家のものとなり、この家門は1740年に単独所有者となった。 1806年にこの村は、ビュルテンベルク王国領となった。オーバーアムトグミュントに属し、その後、シュベービッシュグミュント軍の一部となったが、1973年に、この軍が廃止され、バルトロメは新たに創設されたオストアルプ軍に、編入された。バルトロメの福音主義教会、ベルバルト家は、1550年に、バルトロメの宗教改革を行った。 このため当初は福音主義の村となった。30年戦争後、大幅な人口減少が起こり、18世紀以降にはカトリック信者もこの町に流入した。カトリックの教会堂は1839年、1840年に建設された。福音主義のバルトロメ教会は、シュベービッシュグミュンと教会管区に属す。この町は、ホイバッハを主流とするローゼンシュタイン行政。 共同体に加盟している。バルトロメの町議会は、10議席で構成されている。任期は5年である。トーマス・クーンは、2013年6月の選挙で84.67%の票を獲得して2期目の当選を果たした。ズンガラ、赤字に葉を左に向けた銀のナイフ。バルトロメウス協会とバルトロメウスマーケットがこの町の名前の由来である。 聖人バルトロメウスのアトリビュートであるナイフが紋章に描かれている。街の旗は白から赤である。1957年3月2日にバーデンビュルテンベルク州内務省は現在用いられている紋章と旗を認可した。バルトロメ通信島町の南東アマリエンホーフ休暇村に接して特別飛行場がある。ホイバッハとフェルバッハの飛行グループ。 シュトットガルトアカデミー飛行グループがここを本拠としている。バルトロメには基礎家庭学校ラウベンハルトシーレがある。この他に市民大学講座が定期的に開催されている。北緯48度46分29秒統計09度57分27秒。北緯48.77472度統計9.95750度。 48.774729.95750に高さ61メートルの現在は使われていないドイツ連邦軍の通信塔がある。2016年、町域内にウィンドパークラウターシュタインが設けられた。町内ではタイプジェネラルエレクトリック2.75から120、風力発電機3機が稼働しており、ラウターシュタイン町内にはさらに16機がある。 ベンタールのフェルゼンメア変わった岩の構造を持つベンタールのフェルゼンメアは特別な魅力を示す。バイハービーゼン自然保護地区も手つかずの自然と完璧な静けさが得られる見どころである。1987年以降2年に一度8月の終わりに開催されるロスタークは約100人の馬会が合計250頭以上の馬を連れて集まるユニークなイベントである。 馬の日のバルトロメでは立派な労働馬、歴史的なテーマに基づいて美しく飾り付けられた馬車、かつての農業、農民、職人の生活を体感することができる。この日のメインイベントはバルトロメやその周辺から集まった労働馬による祝祭パレードである。バルトロメの住人は以前は多くが放器作りに従事していた。 彼らは、白樺の枝を特殊な方法で採取したため、ビルケシュナルツガーと呼ばれた。バルトロメ住民は若い白樺の木に登り、その頂上が地面につくほどぶら下がった。そして、枝を切り取った後木から飛び離れると、木は元に戻って、バサ、という音を立てる。これがその名の由来である。ありがとうございます。